さあ到着しましたけどね、波の状況ちょっと、まあ、伊豆はかなり思い出の都市、そうだからさ、やる おはようございます。また今日も大変なことだよこれ。今回ね、こちらのもう見てもらったらね、サーファーの方は分かると思うんですけど、伊豆に来ました。しかし嵐です。ああもう風、昨日までねめっちゃ天気良かったんですけど、いきなり雨で風で、うわこれはもうクローズです。風のクローズ、サイズはないのにね、真っ白ですね。めっちゃ嵐ですね。なんかもうやばくない？1日目しか。そうなんですよ。どうすんのこれ、また違うポイント探すしかないですよね。超絶にハードで、大雨でね、なかなか昨日は本当ね、波なかったけど楽しかったですね。いや昨日は最高だよね、コンディション的には。はい、救われましたね。そうで今日どう、もう毎日どうにかしないかん状態じゃん。そうですね、ちょっと違うポイントを見ながら、そう見ていかないとね。移動するにもさ、せっかく来たから1回はやらんとね。はい、もう毎日移動しとんだよ。確かにこれキャンピングカーじゃないと無理だけど、まあこれもね、サーファーのこういう時もあるから自然だからしょうがないですね。そうっすね。ちょっと次のポイント探します。はい、5000円いくらぐらいですか？これで9000円、毎日入れとる9000円ぐらいすごいわ。これ正直言うとさ、はい、多分沖縄とか行った方が安いと思う種がしようとか。じゃあ毎日、昨日1万5000円入れたもん、2回入れた。燃費とかどんな感じなの？いやディーゼルだから9や10は行くと思うんだけど、距離が違うじゃん、走る、はい、とんでもないじゃん。今日また走ったらまた入れるでしょ。確かに。まあだけどこれもキャンピングカーの旅で、まあ、その代わり宿代かかってないからね。もうほんと3日間2日、もうキャンピング生活ですもんね。俺逆にさ、今日は泊まろうかなと思ったけど、やっぱりこれが楽な、荷物運ばんでもいいじゃん、はい、風呂だけ入れれば楽。そうですね、移動しんでもいっぱい荷物持って部屋行って、どうせ6時に起きて海行くのにまた荷物運ぶじゃん、はい、それがないから結構気に入ってんだよね。で寝るのは全くいいでしょ、はい、熟睡。ただちょっとさ、なんかふと風呂入って部屋行きたいなとか思う時あるけど、でもなんか寝るとやっぱり調子いいんだよね。ガソリンが減りちぎる。さあ到着しましたけどね、波の状況ちょっとまだ見ずに、おさあ見ましょう。面はめっちゃいいっすね。しかしサイズの方が膝もも、何言っとんの、ちょうどいいよ。やりましょう張り切っとるよ。何も聞かないといきなりびっくりした今。いやだって多分これあったかそうだしさ、まあ、でもやるしかないじゃん、こんだけ旅しとって。ガラガラだよこれ。いやー波の状況結構ハードですね。なんか一歩も乗れんかもしれんけど、もうやるしかないですよ、ここまで来たら。これもサーフィンの旅ですよ。超過酷な旅やばい。しかも今日なぜかもね、こんだけだったのに初登場だし本人がいやマジで大雨や。でも伊豆の方はブーツ履いてない人もおるよ。いやじゃあいらんのじゃない、やっぱりいらんかもしれないですね。いらんかなと思ったけど、伊豆はあったかいし水も綺麗だし。えこれ乗っとる、この切れとるやつ。はい、濡れるのこれ。濡れます。ワックスいらんとか一緒だとかそういうのやめてな。どうしよう。じゃあね、とりあえず今からね、着替えて、とりあえず、嵐なんですけど、海入っていきたいなと思います。早いな。俺先行っとるよ。どんな感じで行くんですか、今日は。今日とりあえず、2ビッグターン決めるよ、もう上等。そんな波でもにゃ。あれ、鍵して後ろに入れといてたんですよ。はい。後ろはね、じゃあ、この今回の旅、初サーフですね。そう、行ってきます。気合入りすぎるの。気合は入ってるよ。選手より気合入ってる。そう。乗れるかはバンクで行ってくる。いや本当にね、車の中で着替えれるのが一番最高ですね。ジープとかは、ま、トランクの開き方がもう本当に雨の日やとは最悪なんで、本当キャンピングカー最高すぎるですね。本当ね、運転とかは正直ですね、僕難しいんですけど、
もうでもこういう海サーフィンに関してはもう最高すぎますね。もう今日でこのキャンピングカー生活が3日目で3泊2泊ぐらいしたんですけど、本当に、ね、快適の塊ですよ。ここが僕の、ね、ベッドルームなんですけど、意外とね天井も高くて、あの窓もあって、しかも広いんですよね。ここのなんていうやろ、広さロッサンでも余裕で寝てたので全然いけるんですよね。でこっちがねほとんどベッドルームで、こっちの方が若干ちょっと狭い感はあるんですけど、まあ、でもほとんど身長ね高いんですけど全然いけてるので強いですね。いやでもね、あの昨日のウェーブプールは、まあ、奇跡だったし、未来モンスターのシューマ君とも一緒にねサーフィンできたし、昨日 の動画のオチが自分で作ったのに自分でおもろすぎて。いやあれは YouTube は誰見るの？いや見たらしい。他は？他は川村海さん。福井くんは？知らないです。チャンネル登録よろしく。はい、というわけでですね、今からですねサーフィンしていきたいなと思います。まあ、波の状況はね、本当に小さいんですけど、で雨でコンディションは良くないんですけど、あでも水ね綺麗やし、音にはぴったりの、波質かなと思いますね。でも伊豆はやっぱりね、いつ来ても綺麗やし、あったかいし最高ですね。ブーツなしの人が多いんだけど、さすがにねちょっと怖いからブーツ履いてきましたけど、今からねサーフィンしていきたいなと思います。波の状況どうですか？ケリーの波乱の練習しとるよ。ケリーの？ケリーのこの間の水面をギリギリ打って、うん、ちょっと深めに回転、こう水面とか深めにブワッどうですか、ケリー慣れた？慣れるちょっとこじつかんで気がする。マジですか？マジ水綺麗や。そうだよ、すごい。これ下が見えるもん、砂浜めちゃくちゃ綺麗。こんな波久々に入りました。そうだからいいんだよ、波ちっちゃくても沖縄ぶりや。俺どこ行くの？いい波行けとか言って前で立ってどうやって行くの？スワイプカードした。怖ー。バッキンは怖かった。危ない。これは無理やわ。後ろから来るな。怖いわ。お疲れ様です。どうでした？いや、何本か乗れたんじゃないですか？いや、じゃ乗るには結構乗ったよ。乗ったよ。いい割りは別としてね。うん、あのケリーのパドルでテイクオフが速くなる。お疲れ様です。でも水曇りなのに綺麗やった。いや、本当綺麗だし水は高いけど、なんか甘い雨、あの雪降ってるの。そう、だから寒い、確かに外は寒いっす。寒い、手は冷たいしね。ブーツ多分いらないっすね、水中は。手もいらないかな。
正座してきたんですけど、今上がってきたらめっちゃ寒いです。いや寒いんだって。あれで今から一番楽しいのはそば。そば。そば。じゃあおとんがね、もうそば屋のオーナーが言う、一番うまいそば屋さんに行きたいと思います。はい、というわけでね、おとんの一押しのそば屋さんがやってなかったということで、臨時休業だって。これ絶対うまそうだ、ね、こちらの洋食屋さんにやってきました。これ雰囲気いいですよ。名前はですね、こちらのキッチンヒロさんにしたんですけど、ちょっと初めて来たんで楽しみですね。いや、多分行けますよ。で、パスタはエビ。普通に何ラジで焼いて焼いてください。しかも超うまそうやな。コインランドリータイム。コインランドリーのプロだから。昔ずっとな。そう、ずっとコインランドリー。はい、というわけでですね、今からですね、2ラウンド目やっていきたいと思います。はい、2ラウンド目はね、朝よりはサイズ少し上がってサーフィンの練習やっていきたいなと思いますね。でもここのポイントで、今地形がいいか分からんけど、結構波の形がいいんですよね。なので小波でも意外とサーフィンの練習ができるし、結構ターンも3発とか2発膝ももの割にはできるので、いい練習ができましたね。外は寒いですか？外はなんか大雪らしいですよ。そうなんです。途中の天城越えが湘南とか雪降ってるらしいって。でなんかチェーン規制かかってるからノーマルタイヤ来れないです。まあでも本当、昨日とか一昨日は日本海、静岡で完全なるフラットやったから、波あるように見えるからいい練習ができそうです。いや、そうですよ。ほんで面もいいし、はい。まあ、昼はね、ハンバーグうまいの食って、ちょっと夕方練習ということでね。でも蕎麦食いたかったんだけど、明日食います、蕎麦は。そうですね、ちょっと目当ての蕎麦がなかったんで、ちょっと蕎麦を巡って、グルメもそうだし、サーフィンもそうだし。じゃあというわけでね、サーフィンやっていきたいと思います。はい、というわけでですね、本日はね、こんな感じで練習終わっていきたいなと思います。今、まあ、デイ3なんですけど、まあ、デイ3で今のところ、まあ、1日目の1ラウンド目が本当に一番良かったかなと思うんですけど、まあ、今日もここのポイントはすごいね、見つけたらいい波があったし、形も良かったので、まあ、いい練習ができたかなと思います。レギュラーもグーフィーもいろいろあったので、まあ、どっちもね、いい具合に乗れたかなと思いましたね。どうでした？横波の練習バックサイド良かったんじゃない？そうですね、グーフィーの方が形は良かったなと思います。まあでもね、まあ明日とまだあるので、旅はね続くということでね、今回はですねこんな感じで旅を終えたいなと思います。まあ、デイ3はですねこれにて終了ということで、本日もありがとうございました。